問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 男の人が女の人に電話をしています。男の人は何を買って帰りますかこれから帰るけど、何か買って帰ろうかあ、ありがとう。えー、っとね、牛乳、それから、ちょっと待って。牛乳は1本でいいのえーっと、2本お願い。それからチーズ。 あれチーズはまだたくさんあったよねごめん。今日のお昼に全部食べたの。わかった。じゃあ、買って帰るね。男の人は何を買って帰りますか一番いいものは4番です。回答用紙の 問題1の例のところを見てください。一番いいものは4番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> 男の人と女の人が話しています。 男の人は何で美術館へ行きますか美術館に行きたいんですけど何で行くのが便利ですか車で行けば10分ですよ。そうですか。電車かバスでも行けますかうーん、行けますけど時間がかかりますよ。自転車は持っていますかはい。じゃあ、自転車の方が便利ですよ。 そうですか。わかりました。じゃあ、そうします。男の人は、なんで美術館へ行きますか 2番。2> 男の学生と女の学生が話しています。男の学生は何を買いますか来週、佐藤さんの誕生日だね。もうプレゼント買ったうん。カバン買った。そうか。僕はまだ決められなくて困っているんだ。そう。じゃあ、カップはどう佐藤さん。 コーヒーヒが好きで、でよよ。く飲んでいるようんでもカップはもうたくさん持っているかもしれないなじゃあタオルはどうよくスポーツをしているからそうだねじゃあそうしようありがとう男の学生は何を買いますか 3番。男の人と女の人が話しています。女の人はチケットを何枚予約しますか来月のコンサートのチケットを予約してくれるうん、いいよ。何枚僕たち2人と友達4人。じゃあ、6枚ね。あ、そうだ。ごめん。一人都合が悪くなったから。 5人だああそうわかったありがとうじゃあお願い女の人はチケットを何枚予約しますか 4番。女の人と男の人が写真について話しています。女の人はどの写真を送りますか国の両親に写真を送りたいんだけど、どれがいいと思うこの海の写真は顔が小さくてよく見えないね。うん、じゃあダメだね。この山の写真はどう うん、これいいね。じゃあ、これ一枚。もう一枚は、この私の部屋の写真は部屋があまり綺麗じゃないからやめた方がいいよ。それより、大学の前で撮った写真がいいよ。そうだね。この二枚にしよう。女の人は、 どの写真を送りますか ?5 番男の留学生と女の人が話しています男の留学生は何を持って行きますか 友達が怪我をして入院しているんです。お見舞いに行きたいんですが、日本では何を持っていきますかそうですね。よく花や果物を持っていきます。病院では時間がたくさんあるから、本もいいと思いますよ。ああ、いいですね。本読むのが好きだから、そうします。ああ、それから若い人なら、 音楽の CD もいいいと思いますよ。うーんでも音楽はあまり聞きませんから男の留学生は何を持っていきますか 6番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人は今日、この後、何をしますかちょっといいはい。今、部長から電話があって、資料のコピーを頼まれたんだ。お願いしてもいいわかりました。明日の会議の資料ですね。うん。それから、 会議室の準備だけど、椅子を並べといてくれるはい。でも、会議室は今、使っています。そうか。じゃあ、それは明日だね。女の人は今日、この後、何をしますか 7番。教室で先生が話しています。学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんかえー、これから明日のバス旅行について連絡します。明日は朝8時半までに来てください。いつもは9時からですが30分早いので、 間違えないいでくださいね学校の体育館の前に集まってください。いいですか教室じゃなくて体育館の前ですよ。学生は明日何時にどこに集まらなければなりませんか 8番図書館で男の人と係の人が話しています。男の人はこの後、どのボタンを押しますかすみません。ちょっとコピーの仕方を教えてもらえませんか青いボタンを押したんですが、字が小さくなってしまったんです。字を大きくするなら赤いボタンを押してください。 はい。それから、もう少し濃くしたいんです。じゃあ、黄色いボタンを押してください。薄くするときは、白いボタンです。そうですか。どうもありがとうございます。男の人はこの後、どのボタンを押しますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。<例>女の人と男の人が話しています。女の人はどうして引っ越しをしますか 来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれないいいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いのうん。部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、建物が古くて嫌なんだ。最近近所の人と友達になったから、残念なんだけど。そうなんだ。 女の人はどうして引っ越しをしますか一番いいものは三番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。一番いいものは三番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます。一番男の学生と女の学生が話しています。女の学生は誰と住んでいますか 山田さん、新しい生活はどうはい、毎日楽しいです。ご両親と一緒じゃなくて、寂しくないええー、少し。でも、弟と一緒に住んでいるので、大丈夫です。そうなんだ。兄弟は弟さん一人姉もいます。姉は両親と一緒に住んでいます。 女の学生は誰と住んでいますか 2>, ?2 番大学で女の学生が男の学生と話しています女の学生は いつ男の学生に相談しますか先輩 相談したいことがあるんですが、今、いいですかごめん。今から授業があるんだ。そうですか。じゃあ、今日の夕方はどうですか ?6 時から約束があるけど、4時頃なら大丈夫だよ。4時ですね。あ、明日の昼でもいいよ。すみません。明日は用事があるんです。そう。 じゃあ、やっぱり今日にしよう。はい。